そこの鶏さん、占いでもいかが？お金いるなら結構です。初回無料な上、次回以降使えるポイントがたまるよ。15ポイントで隣のラーメン屋で替え玉一杯無料だ。商売上手。まあ無料なら受けてみるか。ニワトリさん、見えますぞ、あなたの未来が。ニワトリさん、あなた今少なからず悩みを抱えていますね。その悩みが遠くない未来に解決することでしょう。さらに近い将来、金運、恋愛運、健康運のいずれかがある程度上がる予兆があります。さらに仕事運は、与えられた仕事に対し自分にできる一番の働きで応えていれば仕事運も高まるでしょう。それは仕事運が高まるんじゃなくて、仕事の頑張りが認められてるだけです。どんな鳥にでも当てはまること言ってるだけでしょう。誰だって多少の悩みはあるし、運がいいと感じることはありますよ。ひよこさん、あなたが一日を過ごす間に1440分が経過するでしょう。それは占いじゃなくて事実です。長くなりそうだな。